はいどうも、1分映画批評です。今回はちょっとねリクエストもあったので小さな恋の歌という邦画の解説をしていこうと思います。ちなみにおそらくねネタバレ含む内容になっておりますので、まだ見てない方は、映画をご覧になられてから再度ご視聴いただけると幸いでございます。それでは小さな恋の歌、僕もねこの映画は境界線についての映画だと感じましたね。いろんなレビューでねいろんな方が触れられていますけど、この小さな恋の歌はとにかく境界線演出、ボーダーライン演出が多くて、米軍基地とのねフェンスっていうのはもちろんなんですけど、大きいところだと空と海の水平線っていうのもありましたし、沖縄のね方がねタフ県を指す内地って言葉も境界線を表してますし、小さいところだと物質の中と外なんていうのもありましたし、カウンターテーブルの内側と外側なんていうのもありました。もっと小さいの言えば、家の中の部屋の仕切りだったり、まあ、リビングとキッチンみたいなのもありましたし、同じ部屋の中でもソファーの内側と外側なんていうねちっちゃな仕切りもありました。いろんなね境界線が至るところにもこれでもかって出てくる映画だなと感じながら見ていました。で、映画はねバンド音楽を扱っているので、もちろんね音楽の力は境界線を超える、国境人種を超えるみたいなね安易な感想メッセージの受け取り方でも別にいいとは思うんですけど、それだけじゃね正直全然足りてないよねっていうねことは思うんですよね。この映画が伝えたいこと全然伝わってないんじゃないのかなと思うので、今回はそれをついてお話していこうと思います。ではねこの映画小さな恋の歌は一体何を伝えたかったかっていうと、僕はね境界線なんてどうでもいいってことだと思いました。まあねあんだけね境界線で、ね、意識させておいてそれはねえだろうと思う方もいるかもしれませんけど、そもそもね境界線って何なのかって話なんですよ。まあ、沖縄というか、まあ、日本の領土と米軍基地を仕切るものがフェンスですよね。でフェンスがなかったら基地の反対派が米軍基地に押し寄せて大変なことになる、衝突してしまうからフェンス、境界線を設けてるわけですよね。けれどその一方でそのフェンスがあるがゆえに米軍基地の中で暮らす女の子リサは日本人の子供たちと自由に遊ぶことができない、ね、だから境界線を設けたことによって衝突は避けられるけど人とのつながりは分断されてしまうっていうことだと思うんですけど、本当にそうなのかってことなんですよ。ちょっとややこしくなると思うんですけど、じゃあ逆に境界線を設けなかったら衝突は起きるのかってことだと思いますし、境界線を設けなかったら人とのつながりは分断されないのかってことなんですよ、この映画が伝えたいのはね。でつまりはもしリサの家の前のフェンスがなかったらどうなっていたかを考えると、他のね住民が怒鳴り込んでくるとかそういうのもあるかもしれませんけど、リサの家の前のフェンスがもしなかったとしてもあんまり関係ないと思うんですよね。確かにね同世代なんで仲良くなれると思うんですよ、リサとねバンドメンバーたちとね。だけどそれはあくまで表面的なもので、リサは米軍基地の子ですし、リサのお父さんは何と言ってもあのオスプレイに乗ってるわけなんですよ。それだけのことなんですけど、リサとバンドメンバーには絶対に越えられない壁、心の壁っていうのができてしまってるわけなんですよね。いつまた落ちるかわからないオスプレイに乗ってる人の子供っていうだけで心の距離は離れてしまう。フェンスなんかがなくてもそこに境界線が生まれてしまうって場合もありますし、別のケースだとギターをぶっ壊した親父と娘のやりとりありましたよね。あれもベランダでのやりとり、父親が勇気を持って部屋からベランダに出て境界線を越えたにもかかわらず、何の境界線もない娘と父のやりとりだったにもかかわらず、父は娘の心には絶対に近づけないし、むちゃくちゃ娘に警戒されてるっていうのが分かりましたよね、あそこはね。でつまり何が言いたいかっていうと、境界線があろうがなかろうと人の心を思いやる気持ちがなければ何にも意味ないよってことだと思うんです。フェンスがあろうがなかろうがリサとの間には微妙な心の距離がある。その心の距離はオスプレイが沖縄の空を飛び続ける限り埋められないかもしれない。だけどお兄ちゃんの歌がもしかしたらその心の距離を埋めてくれるかもしれない。フェンスがあろうとなかろうとリサに心を伝えたい。だから気持ちを込めて歌って心の境界線をなくそうと努力してるわけなんですよ。だから劇中でねバンドメンバーとリサとの間のフェンスがなくなったような演出ありましたけど、あれはね音楽には境界線なんて関係ない、フェンスなんて関係ないとかそんな安っぽい演出ではなくて、
オスプレイに乗ってる父親を持つ外国の女の子に対しての差別意識っていう心の境界線が音楽、言葉によって消えていくっていうね、そういう志の高い演出だと思うんですよ。でね、ギター壊した親父も自分のね、息子のギターを壊してしまって、娘の心の距離が開いてしまったわけなんですよ。ギターは元通りにできないかもしれないけど、娘との関係は修復したいと願ってるわけなんですよ。だからギター壊したね、クソ親父も不器用ながら無職なんだけど、不器用すぎるんだけど、関係をなんとか修復したいと思って、なんとか娘と言葉を交わすんですよ。会話をするんですよね。だから境界線があろうがなかろうが、人の心の距離を埋めるためには全部言葉が必要だし、会話が必要なんですよ。それなのに何にも考えずに境界線だけ作って、さも安全さも理解したかのように振る舞ってる今の世界の状態って何なのよって話なんですよね。何でもそうですよ。日本だってそうですよ。嘘でごまかすし、聞かれたことには答えないし、数の論理でガンガン法案通しちゃうし、偉い人の独断で何でも決めちゃうって、それ会話になってるって話なんですよね。会話しないとどん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 心の距離離れていくし、分断は進み続けていくだけだっていうことだと思うんですけどね。そのこと忘れてるのさすがにやばくねえかっていうね、そういうことを言ってるような映画だと僕は感じました。はい。ということで、小さな恋の歌、モンゴル800っていうね、バンドがね、存在しない世界、モンパチの曲は全て彼らのバンドメンバーのオリジナル曲っていう裏技、奥の手みたいな設定のある青春音楽映画でしたけども、非常に楽しめるエンタメ性もありつつ、今、なかなか喋ってきたように、いろいろと考えさせられるテーマ性の深さもあり、個人的にはとてもいいバランスのいい映画だなと感じました。まあ、惜しむらくはもうちょっと沖縄と米軍基地の関係性だったり、日本とアメリカの関係性あたりのね、政治的なスパイスが効いてたら、もっと良くなったかなと思うんですけどね。最後屋上で演奏してた時ね、演奏が中断した時に、こうオスプレイの爆音とかがね、ものすごい学校に響くみたいのがあったらね、もう一枚、もう一段ぐらいね、上にはいけると思ったんですけどね。はい。まあ、そこら辺はね、各自勉強してということで、まあ、ここら辺で終わります。はい、それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。1分映画、ヒヨでした。